はい、どうもさん、こんにちは、ノアです。今回ですね、ドッカンバトル実況の方、やっていきたいと思います。で、今回やる内容なんですけど、はい、こちらですね。ドッカンフェス。で、ドッカンフェスの方で、初の、なんか、LR に進化できる SSR キャラクターが、まあ、出るということで、今回こちらの、まあ、これですね。はい、天使の悟空&ベジータ。これを狙ってやっていきたいなと。で、対する、こっちがね、天使じゃない方なので、まあ、ペジットの LR になる方なんですけど、自分の手持ちとちょっと相談したところ、まあ、フュージョンカテゴリーのね、リーダースキルの方がいいということで、今回こっちの、ドッカンフェスの A だったかな、これは。はい、こちらを回していきたいと思います。で、狙いとしてはもちろんこれ、はい、一番狙いが、あの世の挑戦者たちの悟空の天使&ベジータ天使。で、他の SSR も新しいの出てるんですけど、ここら辺は、まあ、出せたらいいなっていう感じ。あ、で、フォーゴジータに関しては、まあ、自分今、カブリ一体持ってないので、一応狙ってはいますね。はい。で、これは虹になってて、このゴジータがあと一体で虹。で、スーパージャネンバの力は持ってないので、まあ、これも狙って、行きたいなと。はい。で、前置き長くしてもね、しょうがないので、今回ね、早速回していきたいと思います。で、今、流石229個あるので、40連できるのかな？あ、ただ、3回やると無料なので、50連か。はい。今回50連できますね。さあ。演出が、ちょっとここ気になりますね。はい。この最初の演出次第では。ちょっとこれは、うん、渋いな。うん。これ多分、何も入ってないパターン。これ持ってないやつでしたね。はい。いや、3連発ってお前。なるほど。一応持ってなかったんで。はい。これ確か独感覚醒しましたっけ？はい。続いて、20連目ですね。で、確率的にはね、ピックアップ SSR は 5% で、で、その 5% の中から、7種類ぐらい、ん？ 9 種類ぐらいか。まあ、ラインナップされてるので、まあ、5% を9で割るっていう感じですね。なので、結構厳しい。うん、1% ないんですよね。0. 何% とか。なるほど。これはひどい。マジか。はい、30連目。で、これを引き終わったら、次、無料回せますね。はい。まあ、無料の方だと、どうなんですかね、確率とかはね。一応今までもね、まあ、なんだろうな、ゴジータ4とか、チゴジータとかね、ピックアップされた時に、まあ、引けてるので、でも、ちょっとこれは、ないなぁ。これはないわ。SR、SR、SR、レア。あ、おぉ、マジか。おぉ、来た。おぉ、スーパーじゃねえわ。はい、これ狙いですね。やった。いやー、これ超強いんですよ。まず、極属性の力属性リーダーっていうのもいいんですけど、このすべての攻撃をガードに加えて、攻撃を回避という。はい、まあ、防御面すごいキャラ。はいはいはい、どんどん行きましょう。はい、これが無料で回せるやつですね。はい。いやー、やったな。スーパージャネンバーかなりいいと。で、ただ今のところ演出とかもね、ちょっとないんで、おー、来た！よし！オッケー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 。これ、これはちょっと狙ってはなかったかな？うん。いやーでも一応持ってはなかったけど。てかこの、なんかシルエットで、まあわかりますよね。来たら。人数が多いので。おー、マジか！フォーゴジータ出た、マジか。あー、これは嬉しい。これは嬉しいな。はい、1枚目の被りです。で、18号ね。はい、一応これも持ってなかったんで。あ、いいっすね。血玉、血属性血玉に変換で。はい、ラストですね。はい。正直ここでちょっと外しちゃうと、追加課金は、まあ、今のところ考えてないので、無料流石で、引くことになっちゃいますね。はい。ちょっと演出なかったか？さっき。いや、頼むわー。LR 頼むわー、ほんと。
いや、ガチャゲンのエラー1枚持ってないんですよね。うわぁ、もう出る気配がないもん。まあまあまあ、そんな感じで。この、ブーから、はい。純粋悪のブーから、スーパージャネンバ18号で、ゴジータ4。まあ、この中だったら、ジャネンバが一番嬉しいかな。はい。で、このゴジータはもうね、あれに使っちゃいます。ルート解放ね。はい。いや、今これめっちゃ余らせてるんで、本当に来てほしかったな、今回。ほら、めちゃくちゃ余ってるんですよ、これ。今20体ぐらい。で、あと、あれだよ。プレゼントでも10個あるから、ほんと30個ぐらい余ってて。いやー、残念ですね、これちょっと。ま、でも、爆死ではない。爆死ではないんですけど、まあ、LR 出なかったなぁ。いや、ほんとガチャゲン LR 出ないっすね。で、確率があれなんですよ。これ今回高くて、ピックアップ SSR キャラクター 5% のうち全10種なので、5% を10で割るんで 0.5% ありますね。はい。いつもの LR だったら、まあ、0.06% ぐらいが妥当なので、もう本当に10倍ぐらい出やすいっていう感じなんで、まあ、10連で 5% の確率で、出るっていう計算かな？まあ、これだけじゃないんですよ。実はですね、秘宝かな？はい。実はこの、なんとか流石、買ってしまいました。はい。これですね、この、ショップの、今、なくなってるんですが、この流石90個のところがさっき100個プラスのおまけになってて、で、それ5000円で買うと、この紫色の流石がゲットできて、で、これのラインナップに、120% リーダーが全員、まあ、勢揃いしてるんですよ。はい。で、さっきジャネンバ出たんですけど、まあ、自分の狙いはもうこれ。完全にこれ。悟空4の、SSR。まだね、悟空4とベジータ4どっちも持ってなくて、で、正直まあ、悩んでたんですけど、まあ、やっぱりキャラクター的にもね、悟空の方が好きなんで、はい。ということで、枠開けてきました。はい。早速交換しちゃいましょう。スーパーサイズ4悟空と交換しましたと。プレゼントボックスに行くのかな？あ、そのままもう、もらえてるのか。おお、来た！来ました！悟空4。いやー、やっとゲットできた。いや、まあ、本当はね、ガチャでゲットしたかったんですけど、この悟空のためにね、めちゃくちゃこれまでに課金してきたんですが、まあ、出なくて。で、本当にもうガチャで狙うの諦めてたんですが、今回ね、まあ、いい機会だったんで、はい。いや、ま、これは交換するでしょう。これは交換するでしょう。いや、ぶっちゃけ今回の流石、多分悟空4とベジータ4、なんか総取りみたいな感じになりそうですね。はい。ということで今回はですね、まあ、ガチャは爆死しちゃいましたけど、まあね、悟空4ゲットできたんで早速、こちら育成、ちょっとやっちゃいます。はい、ということで、技レベル10のレベル最大に、はい、しました。で、あとね、メダルが77枚中、今67枚溜まってて、これはまあ、なんだろうな、いつでもまあ、悟空4出てもいいように、まあ、ちょっとずつね、溜めてた、メダルですね。はい。いやー、まあ、辛かったな。なんか、持ってないキャラのね、覚醒メダル集めるの、ちょっとね、しんどかったな。はい、という感じで、今回はですね、まあ、初の LR、フェス限。まあ、降臨ということでね、こちら、40連 ?50 連かな回してみたんですけど、見事に、出ませんでしたと。はい。一応、ピックアップのね、当たりキャラは出たので、まあ、唯一の救いとしては、ゴジータ4とジャネンバかな。まあ、いいかっていう感じで、はい。まあ、一応まだ諦めてるわけではないので、またね、流石をちょっと無料配布で、とか、まあ、ポルンガのね、やつとかで、まあ、集め終わったら、はい、また何十連かね、したいと思います。それでは、今回この辺りで失礼させていただきます。ご視聴ありがとうございました。よろしくね。